はい、どうも、ひくもんです。今日はイベルタルの2人討伐に挑んでみたいと思います。イベルタル20弱点はないですけど、2人で討伐できます。前に2人討伐したんですけど、その時は天候ブーストあったのかな。もしかしたら天候ブーストで倒したのかもしれないです。今回はね、メガ進化があるので、もし普通にやって倒せないようだったらメガ進化投入します。というわけでね、対策ポケモンを見てみます。シャドウとメガ進化除くとゼクロムが第1位です。チャージビームとクロスサンダー、クロスサンダーが限定技です。クロスサンダーじゃないと一気に下がってしまいます。6位になります。ワイルドボルト、まあ、6位でもね、結構上位ですけどね。次にね、電磁も凍ります。この間仙台で小太刀マックスをゲットしたんですけど、早速ね、活躍の場が来ました。強化タスクをこなしているうちにほぼマックス強化になっちゃいました。とりあえずタイミングが良かったです。3位がボルトロスで、ボルトチェンジと雷嵐です。この雷嵐がまた限定技です。限定技じゃないと7位に落ちちゃいます。10万ボルト、とりあえずこの辺で攻めようかなと思います。ランボルトいいかなと思ったんですけど、10位ですね。耐久力はないけどね、瞬間的火力はね、あると言われていたんですけどね、10位になっちゃいました。メガ進化とシャドウを入れるとこんな感じです。これですね、メガディアンシー。私はまだいい答えを持ってないので強化してません。これはなしだな。というわけで、メガ進化的にはこれですね、サーナイト。メガ進化が必要となったらメガサーナイト入れます。甘えるマジカル社員です。あとシャドウライクもね、結構上位に食い込んでます。まあ、これまたね、いい答えいないんで強化してませんけど、とりあえず勝てなかったらメガ進化、メガサーナイトです。で、パーティーはすでに組んであります。こちらですね、ゼクロム、電磁木、ゼクロム、ゼクロム、ゼクロムです。ダメそうだったらここにメガ進化を入れます。入れておきますか。これですね、甘えるマジカル社員、ゼクロム入れていく。で、電磁木を入れていきます。ゼクロム、ゼクロム、もしダメだったらこれでいきます。2陣目は用意せず、1陣目が全滅したらそれをね、回復して再投入します。こんな感じかな。ではあと3分後です。強風ブースト入ってますけど、強風ブーストは当てんできません。相手アクタイプなんでね、エスパーなんて耐性あります。今回共闘してくれる方はクリクリさんです。20弱点じゃないけど2人討伐できるっていいですね。2人で倒せるってことは少ない人数で倒せます。耐久力がね、低いんでしょうね。多分ね、メガ進化入れないと勝てないんじゃないかなと思います。強化の具合によりますけどね。今回結構ムキムキにしたね、電磁木が入ってるのでちょっと違うかもしれないです。あと熱も厄介ですね。熱停止しないといいんですけど。負荷です。では入っていく。イベルタル入っていきます。イベリコ豚じゃないよ。クリクリさんを招待しました。おすすめはこんな感じ。うむーって感じです。ありがとうございます、クリクリさん来られました。じゃあ準備 OK、 2人なんで準備 OK も早い。では行きます。果たして勝てるのか。前の俺とは違ったところをね、見せたいところです。これはクロスサンダーです。結構減ってますね。結構ダメージ与えております。ここでやられていく。ところで相手の技は、気合玉でした。厄介なやつだ。電磁木ね、耐久力が低いんですよ。一番厄介な気合玉が来てしまいました。まあ、避ければいいんですけどね。ちょっと無理ゲーだったかな。うわー一発で瀕死です。これはどうだい？あ、ゼクロムなら半分です。電磁の具は避けた方がいいかもしれない。気合玉きついな。160秒ぐらいで黄色になればワンチャンあります。
これワンチャンありますね。回復再投入がスムーズにいけば勝てます。なるべく早くね、赤色にしたい。がぜんタップする指にもね、力が入ります。これで負けるとね、やる気がガクンと下がります。といってもね、メガサーナイトがおりますからね。そしてここで全滅です。ここで早い回復が、間違えた、これじゃなかった、くそー、ケイじゃなかったな、元気の塊だったんだ。同時全滅は避けられたかな。どうでしょう、いけますね、これ勝てます。これ避けようかな、避けた方がいいかな、避けましょう、避けろ、あ、ダメだった、ちょっと攻撃を欲張ってしまいました。お、一発入れました、ナイス一発。次は避けたいところです。ここです、ここです、よいしょ、 OK、 OK です。終わってみれば全然余裕でした。撃破です、ありがとうございました。余裕の撃破でした。 CP は2633、ボールは16球です。ゲットレンジ、ノーシャイニーです。ゲットチャレンジもね、攻略していきましょう。こんなもんかな、よいしょ、 OK、 戦闘よいしょ、おお下難しいな、上だけで投げた方がいいかもしれないです。よいしょ、 OK、 戦闘グルーンといっても動画なんでね、下も攻略しましょう。サークルの大きさはどれぐらいなんだろう、この白いモフモフ木は、これグレートかな、あ、外していく、サークルを大きくしたら外すっていう。多分これはグレートになるんじゃないかな。よいしょ。あ、お、これでエクセレントだ。もう白いモフモフの際で大丈夫です。お、そしてゲットです。OK です。で、評価はいかに。うい。というわけでね、京都ありがとうございました。そこそこ強化してれば2人で勝てます。メガ進化を入れればさらに余裕です。少人数でもね、恐れることなくどんどん挑んでいきましょう。